ハロウィンなんで仮装したいと思います。タニアでーす。どうもー。ちょっとさっきまでここに男の人いたんですけど、怒りました。ちょっとね、そわそわする。戸惑い、というわけで、皆さんどうも、40万人記念です。どうも、クザです。いやー、ハロウィンなんでね、まあ、仮装と称して。というわけで、今日限り、ハロウィンなんで仮装したいと思います。仮装してから話すか、どうせなら。着替えまーす。着替えるというか、着替えまーす。ちょ、移動するか。A few moments later. というわけで、お集まりいただきありがとうございます。それじゃあ10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 7 8 1 0と、はい、どうもー、クザでー、あ、タニアでーす。どうもー。ちょっとさっきまでここに男の人いたんですけど、なんかボコりました。ボコりました。弱かったです。いやー、まさかね、100万人超えてね、この姿になる機会があるとは思わなかった。A few inches later. 声変えれないんだけど。昔は変えられたんだけどなー。ちょっと難しいから変えられなくなった。いや、まあ、厳密には変えられるんだろうけど、吸血鬼だから声帯ぐらい変えられるんだけど、ちょっと俺が声帯に詳しくないのとやり方忘れました。カッコン。なんで俺このタイミングでなったか、じゃあいい話して、どうにかして人気になりたかったから。ちょっと待って、固まったんだけど。コメント打ちすぎ。どうしちゃったんだよ。そう、昔人気をどうにか出したくて、まあ、PUBG でいっぱい人殺したり、バビ肉ってのが昔流行ってたのよ。あえて嬉しい。お付き合いしていただけませんか。石油王いますか、こん中に。タッコン。バビ肉っていうのが流行ってたのよ、その頃。バーチャル美少女ジュニク。だから俺ももう人気出すために、さすがにちょっと女なっとくかっていうのがあって、でなろうかなと思ってた矢先に、思ったよりみんなが見つけてくれたから、まあなってないだけで、一足遅ければ俺はこの姿でここまで活動してた可能性もある。これでさ、騙せないかな、世のさやつらを。めちゃめちゃロアロママにおめかししてもらったから、これ多分可愛いっしょ、これ。コメントやば。宇宙で一番可愛いよ。タッコン。で、なんでハロウィンにしたかっていうと、区切りとしていいじゃん。俺あんま分かんないけど、やっぱゾーニングっていうのがちょっと大切らしいのよ。だからまあハロウィンってこう区切り目だし、しここだけの話な、これ俺なのは。今後さ、騙されてくる視聴者にバレないようにしないと。ありがとう。何年も前からずっとこの日を夢見てた。初のスパチャ捧げる。やばいってお前。何年も前から待ってたの？子さんってこと？ありがとうね。タッコン。タニアちゃんもチャーム打てますか？打てますけど、打ちますか？打ちませーん。じゃあまたどっかで会おうね。バイバーイ。タッコン。さっきクザの配信見た。ちょっとだけ見た。さっきじゃないけど、何？サーニャちゃんちょっと見たぐらいかな。始まってすぐぐらいの時ちょっと見たよ。で、その後普通にコインランドリー行って、受け取って、飯食って配信始めた。いや、サーニャちゃん、もう僕はね、クザの方を見慣れすぎちゃってるからさ。サーニャちゃんにちょっとこう違和感を覚えるじゃないけど、ちょっとこう変な感じがして長くは見れんかったの。僕ダメだった。あんまちゃんと見てないから、まあみんなが楽しそうだなってのはなんとなくツイッターで見てたわ。ちょっとね、そわそわする。共感性周知とかではないかな、僕の場合は。すっげえ仲いい弟とか家族が、もうなんか友達よりもすげえ仲いいぐらい。
急に朝起きたら性別変わっちゃってたみたいな、恥ずかしいとかじゃない、なんか困るみたいな感じだった。別に否定的な気持ちは一切ない。僕はサーニャちゃんに関して戸惑い、ハロウィンなんで仮装したいと思います。サーニャでーす。どうもー。ちょっとさっきまでここに男の人いたんですけど、ボコりました。ちょっとねそわそわする、戸惑い、